ごめんなさい。こんなとこで何してんだよ。ミカ。小のね兄貴、口からよだれが垂れてんぞ。ミカちゃん。うらら、今行くよ。うらら。へえ、ミカの友達か。いいなあ、世の中の恋人たちは春だってのに、こっちは一人で花火えってか。面白くもなんともねえ。よ、ひろみ。七星くん。コーヒーでもどうだ。今度ね、私約束あるんだ。あ、そう。おじさん、これください。今度ねか、今度で3年目。ひろみともこのまんまになっちまうのかな。おい、七星。どうだ、一人か。一人で悪いかよ。じゃあな、七星。ねえ、次どこ行こっか。あんやろう、ヒロミとホテルなんか行きやがったら。お母さん、もっとスカート短く上げてって言っただろ。こんなんじゃ恥ずかしくって入学式に着ていけないよ。ヒロミ。私捕まえられる？おーい、ヒロミ、待ってくれ。深層心理が分裂してら。はあ、こうして学園生活最後の年も過ぎていくのかな。どうしたの？迷ったの？あ、ミカちゃんのお兄さん。いや、この間はごめんなさい。いや、何？何組なの？1A なんですけど。へえ、妹と同じクラスだ。ついておいで、教えてあげる。すみません。ここありがとう。何？うらら、探したんだぞ。あ、鬼。よ、またな。何あれ、変なの。ミカのお兄さんって優しいね。そうか、家じゃゴロゴロしてるただのゴミだ。可愛くね。うららちゃんとは月とすっぽんだぜ。そこへ行くとすっぽんぽんのうららちゃんは。邪魔邪魔、用事のない男子は帰った帰った。チェー、3年にもなるとまるで可愛げがねえな。だな、学園の男女交際でいい加減すれたヒロミたちに比べれば、新入生は優しくリードすればこっちの思うままになるといいな。かける、うちに来ないか。なあ。ああ、失礼。どうだ。チェー、嫌なやつ。どうだくん。ねえ、待ってよ、周一郎。周一郎なんて名前呼ぶとこみっと。けぇ、頭くるぜ、どうだのやつ。ヒロミにまで手つきやがったのか。趣味もここまで来るとプロ顔負けだな。好きなの分けてやっから。
かける、コーヒー飲むか。お、サンキュー。まさかあいつミカのこと。うわあ、見つかった。お兄様。うわっ、お兄様なんとか。うわあ、気持ち悪いことをするな。お兄様お願い、お付き合いを許して。てめえ、大事な妹を。たく。はい。うららちゃん、こんばんは。私、ミカちゃんに誘われて今日お泊りするんです。よろしく。え、ミカ、うららちゃんだぞ。上がってもらって。じゃあお邪魔します。ご飯の前に一緒にお風呂入ろう。うん、着替え持ってきた。うららの体って綺麗なんだ。ありがとう。ミコちゃんだって。あたしはちょっと太めだけどね。かあ、妹の裸に。ミカ、邪魔だ、見えねえ。蒸すね、窓開けよっか。いはい。ヒロミ？珍しいこともあるもんだな。七星くん、ちょっと出てこれない？あ、おい、ヒロミ、相談ってなんだよ。七星くん、私のことずっと好きだったでしょ。ね、気づいてた、私。急になんだよ。私のこと好きにしていいよ。あれ、あ、そっか。ヒロミ、いきなりこんなとこ入って。七星くんのこと、私だって嫌いじゃなかった。だけどこれって唐突すぎねえか。女の子って男の子みたいに都合よく頭も体もついていかないのよ。だからって、夢に見たヒロミの体が目の前に。夢に見たチャンスだ。ヒロミ、七星くん。お前、道田に振られたんだろ。やけっぱちで俺とやって忘れようとしたんだろう。いつものヒロミらしくね。明日になりゃ立ち直れるさ。
な。無理するんじゃなかったかな。初めての、それもヒロミとのチャンスだったのに。くぅ、はあ、うららちゃん、いや、これでいいんだ。汚れを知らぬうららちゃんこそ初めての俺にふさわしい。え、この子に手を出すんじゃねえ。何を興奮してるんだ。僕はクラブのスカウトをしてたんだぜ。本当です、本当なんです。だったら慣れ慣れしく体に触んな。ひがんでいるのか。お兄さん、やめてください。モテない奴はこれだから困る。いいか、あいつはむちゃくちゃ手が早いんだ。はい、でもなんで私のことをそんなに心配してくれるの。それは妹の友達だし、つまり妹みたいに思ってるからだろ。あれ、あ、綺麗。なんて可愛いんだ。かける。おせえ、たけし。それどころじゃねえんだ。ミカちゃんが盛り場のブルスラショップに消えたんだよ。何？おい、いた、いた。うららちゃん。あ、ミカのお兄ちゃん。ミカは今帰ったところだけど。え、ミカちゃん。タケシ、本当にミカのこと。そうだ、おいで。一体どうしたの。そういう好奇心から道を間違えるんだぞ。え、私たち断りに行ったんです。え、何。お兄さんは私たちをそんな目で見てたなんて。そんな私たちに前の学校の友達がいつまでもしつこく誘うから、ミカときっぱり断りに行こうと。ごめん、俺っておっちょこちょいだから。でも嬉しい、こんなにうららのこと心配してくれるなんて。うららちゃん、これでうららちゃんとのきっかけもできたし、俺もたけしのことバカにできねえや。お、はい。こんにちは。いや。今日ミカちゃんと一緒にお勉強する約束してたんだけど。変な天気だな。まあ入って。はい。ミカのやつ、お袋と親戚の家に用事で出かけてるんだ。そろそろ帰ってくると思うよ。はい。関東地方、今夜の天気は晴れのち曇り、降水確率は 30% ですが、平野部を中心に。お袋たちやけに遅いな。ええ。電話だ。はい、七星。ああ、ミカ、
今うららちゃんが、ちょっと待って、今うららちゃんに代わる。もしもし。そんなでもないけど。風が収まるまでしばらく様子見た方がいいな。はい。な、まずい。ごめん、黙ってうららちゃんの写真を。うららちゃん。うらら、入学式の日からずっとミカのお兄ちゃんに憧れてたの。私、お兄ちゃんが好き。アルバムにもビデオにもなかったぞ。いや、おはよう。